いしょ。上からがいいな。ちょっと今日。ちょっと待って、今日バカビジュ悪い。ビジュ悪いって。ちょっとやばい。ちょっと待って。一回深呼吸。せーの、ふう。え、可愛くないでしょ今日。可愛いって言葉は今日は受け付けてない。まったく。え、今日ってさ、ホームアローン、なホームアローンってなんだっけ、なんだっけ、なんだっけあれ。金曜ロードショー。あ、バイト頑張って。え、ホームアローンだっけ、なんだっけあれ。なんて言うんだっけ、なんて言うんだっけあれ。ホームアローンで撃ってるよね。うん。待って、今日本当にちょっとおかしい顔。可愛くない、つも別に可愛いわけではない。こんにちは。後で眉毛で縮小。こんばんは。あ、気まぐれ配信です。お願いします。お願いしみょん。あ、残りわずかついてた。え、嘘、マジ。じゃあそれはみんな頼んだ。ホームアローンで合ってるよね。見なきゃじゃん。今日の金曜ロードショー見なきゃじゃん。あ、見て、あのネイル下かわいいでしょ。前髪も切るね。前髪切って眉毛脱縮して明日に備える。どう、みんなどう、明日と明後日についてどう。どう。そうね、ネイルした。え、プレゼントなんかすごい、ありがとう。見てこの立体、可愛くない。どう、明日と明後日についてどう、意気込みに関してみんなから一応聞いときたいなと思うんだけど、そこら辺ちょっと。最低やん。可愛いでしょ。パーツつけました。あ、こっちか。あのラメグラでピンク。何、ごめん、何も聞き、別に求めてません。すいません、すいませんでした。なんか無茶ぶっちゃって。前髪切って眉毛出してくる。レミはね、レミはみんなと会えるの超楽しみだから、明日と明後日マジで超楽しみだから。だって今年最後の握手会なわけじゃん。で、次握手会がさ3月とかなわけだよね。なわけ。あ、でも全国ファンミがあるのか、レミは東京なわけでさ。え、貴重じゃん2日間って。2日間のまあ数時間貴重なわけよ。ヘリミはすっごい楽しみにしてるの、みんなと会えるの、みんなと会えてお話できるの。あの直接はね、久しぶりじゃん、割とね、割と超楽しみにしてるわけで、前髪切って眉毛脱色してなんかさ、どうなのみんな、どう、明日と明後日に関してなんか意気込みある。変な人だと思われる、やめて。あ、昨日さ超アイドルフェスがあったの。楽しかった、超楽しかった。マジね、久しぶりのフェスだったのね。楽しかったよ。なんかリミタンコールも聞こえたわけ。
超嬉しかったねえ。ラブトリップでラブトリップね、私何を求めてるのだろう。何も求めてないから何もないです。はい、ラブトリップ超好きなので、センターできるっていう対比を見た時に私は超幸せだった。でも緊張した、ソロがあるから。なんかフェスでレミ あんまりフェス今までたくさん出させていただいたんですけど、フェスでソロがあるってなかなかない気がするのね。レミ的にはあんまやったことがないから。昨日さラブ修行でもソロがあって、そう緊張したわけ。頑張った。セトリやばいよね、昨日のセトリ超楽しかったよ。そう大宮ありがとう、大宮のみんな、埼玉、大宮初上陸とか初でした、イエイ。そうなの、うん、めっちゃ楽しかった。そうソロね頑張りましたまだまだですけど、皆さんたくさん昨日来たよって方はたくさん感想教えてください。待ってます。楽しかった。でもなんか意外に会場めっちゃ広いやんって思ってさ、なんかステージのセットとかもすっごいライブみたいな、コンサートみたいな感じで、そうすごかったから余計に緊張したけど、でも楽しかった。よいしょ。なんかこんばんはってコメントが今日めっちゃ多いで、みんなこんばんは、ざんまい、超こんばんはって言ってる。それ以外のコメントあんまりない。え、あるよ、あるんだけど、なんだこの、これすごいすごい、めっちゃこんばんはありがとう、たくさん挨拶してくれて、こんばんは、やばい、こんばんはしかない、どうしよう、え、ちょっと気まずいかも、ごめん、こんばんはしかない、やばいやばい。サッカー応援してるの今、外寒くない？めちゃめちゃ、やばい、こんばんはしか流れてこなくなっちゃったじゃんね、え、どうしようどうしよう、やばい、あやばいやばい、どうするどうする、みんなどうしよう。ありがとう、こんばんは、たくさん挨拶してくれてありがとう。何ミッションなんてあるの？おやすみ、さっきリミ寝た、そうね、ありがとう、たくさん挨拶してくれて、え、こんばんはしか来なくなっちゃった。今年はどんな年だった？あ、待って、生誕祭終わってからリミ配信してない、待って、めっちゃ話逸れちゃった、ごめん。生誕祭終わってから配信してないのと、28日僕対、あ、してたっけいつしたるみ、あ、え、あー、今杯だ、今杯やばい、記憶がすっぽ抜かれてる。したわ、ごめん、今杯の時だよね。最近配信したっけ、るみ今杯の時、え、待って、爪かわいい、明日か、ごめん。あ、そう、今年は何だろうな、でもたくさんステージに立てた気がします、今年よりね。ちょっと、ああ、本当だ、黒目のキーホルダー見せたわ、レミ、そうだそうだ、あれいつの話、あれいつの話だろう、わかんないや、まあいいや。で、なんかいろいろなことあったし、だけどなんかでも楽しかったな、あっという、なんか今年めっちゃ早かった、レミ的には。なんかそうね、充実してたなって感じ。そうなの、劇場もね
たくさんたくさん出て、たくさん別になんかめちゃ出たってわけではないけど、でも年々出る回数は増えてきたなって思いますし、なんかうん、そうね。どうだった？待って、でもさ、今年の総括するには早くない？まださ8日ぐらいあるわけ。レミーもすっごい夢の国に行きたいの夢の国に行きたくて早すぎたわ。まだ配信しますよ。来週配信できます、多分。そう、28日僕隊出ます。みんな来てね、僕隊待ってるからね。とってもあ、ウィバースもね、楽しい。とってもレミー、ウィバースで息してるウィバースで息してるよ。あの、そう、ウィバースめちゃめちゃすごい。あ、通知を振ってくださいって感じでウィバースで息してんのレミー、マジで楽しい。なんかでもみんなさあ今息してない、確かに。それだわ、あ、ごめん、通知、あんだからおふっといて。通知えぐい、言わない。そう、楽しいわけよ。あ、通知おふってほしい。なんかうるさいって言われるの嫌だからおふって。あ、気合は入れてない。あの、マジでなんだろう、思ったことというか、あの、なんだろう、日常の日常ですね、ウィバースは私にとって。そうですなんか情熱大陸みたいな、うん、私にとってアナザースカイみたいな何言ってんだこいつ、感やばすぎて、ちょっと大丈夫かなって感じなんですけど、マジで本当にレミ夢の国に行きたいの今。なんか最近行ってる人よく見る、知らんけど。友達も行ってて、そう、もらったの、あのお土産。そう、可愛かった。え、これってあんま見せない方がいいか。そうね。で、でもマジであの親友ちゃんがいるの、親友ちゃんが、その親友の子とね、めっちゃ仲いいお友達がいて、その友達とずっと行こう行こう、マジ、あ、そう、リア友ね、そう、友達がいて、ずっと行こう行こう行ってて、本当に1年以上前から行ってて、絶対マジこの日行こうみたいな、本当にこの日ねって話してるんだけど、いつもいつもね行けないの。お仕事が入ったりとか、そう、レミが入っちゃったりとか、予定が合わなくなっちゃって。そう、え、そう、マブね、レミのマブ。あ、そう、決まってたのね、この前まで。あ、本当はレミ、本当は今日、本当は今日夢の国だったんだけど、ちょっと行けなくなっちゃって。そう、お仕事入っちゃって。そう、本当はレミ今日、今あの本来ならば夢の国になるって感じだったの、だけど行けなくなっちゃったの。悲しいね、とっても。どうしようって話。そうなの、だから年内は厳しいねっていう話してたから、来年はそう行こうかなって思ってる。そう、あ、全然配信じゃなくの、あの、そう、普通にね、あの日中に仕事が入っちゃって行けなかったわけ。そう、だけどなんかこの日って決めずに、なんか、え、行けそうじゃねみたいな日に行こうって話になったから。そうそうそう、でもマジでレミ聞いてほしい、幼稚園から行ったことない、一回しか行ったことない夢の国、やばくない？ちょっと悲しい、ちょっとこの事実、レミでも恥ずかしい。なんかもちろんきっと行ったことない人たくさんいると思うんですけど、でもなんかさ、周りの人たくさんいるじゃん、行ってるじゃん。で、その中レミ一回しか書いてないし、あのもう記憶なんて、あの、そう、あの、マジ記憶ない。 あるの、なんか、うん、マジでちょっとある。
だけどほとんどないわけ。なんか何のでもね、で泣いたわあのアトラクション、なんだっけ真っ暗なやつ。泣いてないっけ、泣いたっけ、えどっちだっけ。でもめっちゃ怖かった真っ暗なやつ。何あれ何、女の子としてはちょっとってバカにされてるね、ごめん。そう USJ もう一回ある、幼稚園の時に。スペースマウンテンかな、わかんない、超怖かったあれ。今でも覚えてる、超怖かったなって。でも今ならいける。そうね、行こうと思えばいけるの。そう家族でも行けそうじゃんってなった時が一回あったのね。え行けるじゃないってなって、がそうなったんだけど、チケット売ってなくてもう完売して、そう行けなかった。それで川越行っためっちゃ最近の話。そうなの、だから行きたいなって思ってます。そう待って、本当に今日超ブサイク、どうしよう。なんでなんでって、別に明日さエミ24だけ、24にサンタしようと思ってて、明日はちょ普通の私服なんだけど、どうしようかなと思っててね。どうしよう、みんな的にはどういうのを望んでる。望んでるって難しいね、超質問。なんか色のついたニットか普通の白いニットか。あごめん明日サンタちゃう、ごめん明日はサンタがいい、もしかして。あ本当待って、えめっちゃ明日サンタと着ないつもりでいたんだけど、ちょっと検討してみるね。サンタ希望者が多いのであれば。あ24は絶対ね、あれなのサンタなの。サンタはまだ分からない。それかね、ちょっと待って、いた痛かった普通にペットボトルの上に座っちゃった、超びっくりしたな。何もない、あの聞かなかったから。ちょっと待って見て、可愛くないこのベレー帽またヒョウ柄かよこいつって思わないで、可愛くない、あごめん大丈夫えこれレミのだから可愛いでしょ。ヒョウ柄、え、もうなんかな、なんかね絶対いろいろ言われる気がする、これかぶったらあんまり評判は良くなさそう。あんまりねヒョウ柄好きって公表しなかった可愛くない、でもこれはいい、明日かぶんない、これは普通にプライベートで被りたいと思います。こんなん被ってたらやばい人、いやそんなことない、被るよ。でもレミは、あそうかこれね可愛いでしょ、普通に被りたいと思います。こちらは皆さんの前には登場しないであろうベレー帽、可愛いでしょ、可愛いのよこれ。全然拗ねてない、でも絶対あんまりね皆さんがヒョウ柄好きってことは分かってる、ヒョウ柄好きじゃないってことは知ってるの。え待ってかぶり方違うんだけど、ちょっとあ鳥取でかぶろうこれ鳥取、
これどんな服にも合わせれるよね。これはヒョウ柄可愛いんだからね。もっとなんか主流になってほしい。ヒョウ柄なんかね、ヒョウ柄主流じゃないよね。ちょっとかぶりませんよ明日普通に鳥取でかぶります。はい、あれ待って、私くしのくし見て、ピンクの口可愛くない？ヒョウ柄すごい好き。待って、どうする？でもね、みんなが好きな髪型にしようかなと思ってる。きっと好きであろう髪にする。あ、わかんない、好きかわかんない。別にギャルにはなってない。あ、やばい、人がつも出てこなくてごめんなさい。あ、大丈夫です。わかんない、みんななんかそれした時反応いいから好きかなと思って、違ったらしいわ。へへへへん、ふふ。前髪切る、とりあえず長い。だからあと眉毛出しくするじゃん、こんな感じ。ああ明日も可愛くしちゃうからね、本当によろしく。今日寝たよレミ、今日寝た、今日めっちゃ寝た、めっちゃ寝てない。昨日マジで、すっごい人生最大の夜更かしをして、でもね、そう、制服もしたいなと思ってる。すみません、グループ結構残りわずからしいので、オンラインかな、サイン、皆さん待ってます。とっても、うん、待ってる。めちゃめちゃなんかね、多分最速なんじゃない、ここであれ出たら。レミ的最速。テスト勉強、あ、そんなことないよ。あの冬休みの宿題というものが高校生にはあるんですよ。私はそれをやっつけないと始まらない。やっぱり何部だったか忘れちゃったけど、でもレミがおすすめした部だったらしい。なんかそうね、待ってる、嬉しい。これでもかぶっとこうかな。五分か、五分ね、五分待ってる。よし、なんかヒョウ柄来てほしいと思ってるレミは。あっち、ヒョウ柄がね、流行の柄になってほしい。可愛いんだよね、ヒョウ柄って。でもうれしい、ヒョウ柄好きじゃなかったけどレミちゃんにはうれしい。ヒョウ柄ね、無理だって断言されちゃった。やっぱさ、なんかヒョウ柄って本当に好き嫌い分かれるからね、レイもあんまり出さないね、表向きには。好きってことをこっそりとウィバースとかに載せとく、ヒョウ柄好きってそうね、あ、そう、こっそりとしとくわ。前髪切りた、動物柄好きだな、動物柄。
何言おうとしたんだっけ。あ、最近ねみジョイフルメドレーティーラテにハマっててめっちゃ美味しいの。それスタバのねジョイフルメドレーティーラテ、本当に本当に美味しいからみんな飲んで。あのね、おすすめカスタムは全部ミルク蜂蜜追加でお願いします。ガチ美味しい。あのそれに誕生日とかにたくさんスタバのチケットをもらって、そうありがたいことにいただいて、それがねまだあるからそれをちょっと使ってるの今。そう、それで飲んでるんだけどめっちゃ美味しいわけ。それがそんなみんなあの本当に美味しいの、おすすめだよ。みんな飲んで。ジョイフルメドレーティーラテ全部ミルク味です。もうチケット開けて、今そろそろあれです、あとちょっと寝てきた。え、でもなんか噂によると2月までしてるらしいよ。そういえば教えてもらった、2月までしてるんだよね。2月までしてるらしい多分。うんっていうのを聞いた何の方から。2月までしてるって。2月、あのホリデー期間してるらしい。ちょ本当に前髪長いな、どうしよう。おでこ広いんだよ私。してるらしい。そう28待ってます。急な28僕体なってるんでよろしくお願いします。おでこ広いのいいのかな、私は思わない。なんか他の人ね、自分がね、あれのなんか28待ってます。かわいい青柄。うん、いた。ミミのスクバ今クロミちゃんだらけなんだけどね、超かわいいのマジで。洋柄、あ、洋柄のスカート、あれはお姉ちゃんだわ。洋柄好きなんだよ、ミミの家って。ミミの家って徳永家みんな洋柄好き。いやそんなことないか、女子だけだわ。お姉ちゃんとももう洋柄好き、その影響で好きになりました。私もなんでこんな洋柄好きになったんだろうね、わかんない。ちょっと話それすぎ、可愛くない？これママが買ってきてくれたの、これ可愛い。クロミちゃんこの中にはたくさん入ってます。あ、じゃあちゃんと紹介するね、ちゃんと紹介する、ごめん。なんかこれのポーチなんですけど、メイクが入ってる。これはサブポーチ。あ、ね、ハッピーセット売り切れてた、悲しい。これはメイクキープミスト、クッシー、これめっちゃおすすめ、ティレティレのグラス。
メインはねあっちに。あのなんだっけこれなんだっけ、えニースフリーのパウダー、これもうねめっちゃ使ってて、そこ見えパウダー、パパがくれたリップマックパパがプレゼントしてくれた、あーこれ大好き、ケイトのリップモンスター、ラスボスです、こちらお色味、あこれ大好き、これしか使わないもうレミのリップ、あの薬用でミンソレータムおすすめ、えこれ大丈夫かなみんな好きこういうの見るの、目薬ラカラカラカ112チーク、これはチークをいつでも塗れるようにこっちに入ってる、めっちゃ入ってる、こんなリップ使わないけど入ってる、すごい、あこれはもうないわ、リップモンスター開けさせてます、これはマキシマイザー、これはあの尾上瑞希ちゃんって知ってますか、同期の子、同期だった子なんだけど、おみずきがあタンプレでくれたマキシマイザーロマンド、これリップ、これ友達がくれたあのなんかホリデーのリップ、かわいい、めちゃめちゃギラギラになります、超かわいい、あそう今年のおみくれた、オミ割と合ってるそんな合ってないか、あこれパパがくれた、パパがねシャネルのリップくれたの、プレゼントしてくれましたレミに、かわいい、あんま使わないかも、特別な時というかなんかそう使えない、パパがたくさんプレゼントしてくれてる、これどっちもパパがくれたありがとう、使ってます、そう以上、ああとハンドクリームね、これよくあ誕生日でもらった気がする、そうパパがくれたの、パパセンスいいでしょ、以上、こんな感じですね、そうありがたや、あんま使ってない、パパセンスいい、たまにプレゼントしてくれる、たまに、父、お父さん、パパ、私のパパ、末子特権もそんなことないよ、お姉ちゃんも買ってましたんじゃないかな、くれました、お父様様です、本当に、なんかねそう本当にたくさんね、なんか優しい、怒ったら怖いけどね、優しいよ、お兄さんからはお兄さんは私のお兄さんは優しくないね、うん、まあ、優し、最近優しいけどね、そうね、父あーにゃね、あーにゃ、父母父母、あお姉ちゃんも T シャツ、これでも優しい、
3人兄弟の末っ子。そうビーバースでもこの話してね。そう3人そう仲良し家族仲良しだよ。仲良しですねみんな。そうなのそうなんです。3人兄弟、お姉ちゃんお兄ちゃんレミお年玉はくれません。そんな兄ちゃんと仲良くなった、あんまなんか前よりはそれなりに仲いい。あそうケーキ丸かじり家族です。私たちイエーイ。そう誕生日は毎誕生日になると徳永家ではケーキを丸かじる、丸かじるという文化がありまして、本当にホールケーキをガブって食べるんですよ誕生日になると。そうなんかね本当に素敵素敵な文化ですよね。そうめっちゃ本当に小学生低学年、小学校の時とかはねよくねクリスマスとかもみんなでパーティーしてて、プレゼント交換もしたりとか、そうなんか行事を大切にしてますね。イエイ。とねそう楽しいですよ、仲良しです。ねえそうなの。いいこと。レミはいちごのケーキが好き、ショートケーキとか最高って感じです。妹にレミたましレミ妹にいる、どんな妹なんでしょう。私は普通ですよ、普通の妹にレミはいいよいいよ。そうね久しぶりに会いたくなってオンライン撮りました、ありがとうございます。久しぶりに会いたくなって何ですかその感じ、毎回会いに来てくださいよ皆さん。何ですか久しぶりに会いたくなって、そんな久しぶりに惑わされませんよ何ですか久しぶりって。妹だったら生意気そう、よく生意気って言われてましたねちっちゃい頃はパパに何ですか久しぶりって本当に、なんかあまあ嬉しいですよ会いに来てくれる、とっても嬉しい、久しぶり嬉しいね、嬉しい、楽しみにしてる、待ってますねみんな、みんなのこと。カルシウム食べて足りてない、やばいね。明日めっちゃ早起き、一部みんな朝来るんだよ一部から。でもなんかさこのシングルで本当に初めて来ますってことが多いんですよこのシングル、アイドルなんかじゃなかったらで、たくさんあ会いに来てください、あの初めましてってことが多くて嬉しいので、皆さんこれから来てください。そうあ嬉しい、はじめまして、そう久しぶり、久しぶりか、悲しいな、その間他のメンバー行ってたってことだよね。そうでも一回でね
覚えられないから何回も来てほしい。お仕事ねの方もたくさんいるよね。待ってるね。あのお仕事頑張って。仕事ね大変。土日もお仕事って大変だね。頑張って応援してます。そう待ってます。お話し会で怒ってませんよ。なんでそんな怒ってる意味ついてるな。そう怒ってないよ全く。別に、ね、でもさ逆にお話し会とかで圧かけてくださいっていう方いるんですからね。いますいます。圧かけてってどんな圧かは来てくださいって感じですよ。そうあ雪降ってたな。もっとぶりっこしてください。どうよそう圧は愛だから。そうなのよ。みんなのことが大好きで圧かけてるの。それは分かって。レミはレミを好きって言ってください。これがレミなんで。そうどんな感じで圧かけるかは言いませんよここでは。素なんだよ。マジでこれが素だと思うんだけどな。どうなんだろう。普通に友達と話す時もこんな感じ、うん、そうね。なんかそうなんかマジでいや本当にレミのお話か何も考えずにお話しに来ていいよ。みんな何話しに来る？でも本当にいろいろいろんな話してるかも。でもなんかそうね嬉しいから。あそんな空っぽで来ていいよ全然。そうそんな考えてね緊張とかもしないでください皆さん。本当にしてないか。しないごめんね。なんかしてなかったら。手見合いノーリアクションってどういうこと。それはどういうノーリアクション。あ次の握手会嬉しい。にらめっこ唖然とされるんですか目の前に。全然なんでも楽しもうねってこと。みんなでねなんかね素敵だよね。ライブと握手会全然違うもんね。楽しみだからでも本当に前髪長いね。行ったらイメージ変わったって。それはどういうイメージ変わった。悪い方向いい方向どっち。どんなイメージ持たれてるのレミって。レミは選抜入りたいの。入りたいです。入りたいですねとても。入れるために頑張ってます。どういうイメージ持たれてるんですか。私気になる。みんなレミのイメージ何。どんなイメージ。
アイドルアイドルショールームとは全然違う。そうね、確かにショールームとは違うかも。私そうなのかな。あ、そうそうだよ、きっとギャル、ギャル、ギャル。あ、リアクションが、あ、リアクションはでかいかも。あ、どうなんだろう、わかんない。どうみんな。あ、すごい。握手会の話になると熱くなりますね。間近で見るとバリ可愛い。いや嬉しいの、それ超嬉しい。本当、じゃあ試しに来てください。皆さんお友達みたいな。確かにお友達だよ。あ、嬉しい。何それ。バリカワギャル、やばいね。めっちゃ褒められてる今。やばい、どうしよう、嬉しい。わあ、ずっと見てきたいこのコメント。あ、嬉しい。あ、高2ですね。高2です、とっても高2。やばい、マジレスされるの怖い。すごい落ち着きある。話でも話しやすいって言われる。レミ、お話し会、握手会来てくださった方に話しやすいね、意外にって。意外に。そうね、話しやすさ、日本代表超話しやすいじゃん。そう、マジ話、本当嬉しい。なんかよく言われるのはクールだと思ってたけど話しやすいねって言われること多いかも。割と嬉しい。あ、やばい、何クールでちょっとハテナできてるよ。大丈夫かな。クールって言われるんだよ、レミって。本当にねえ、最初のイメージ。嬉しい。そうね、楽しんでる。あ、喋らなければね。クールになんか疑問を抱いてるね、みんな。確かに、久し、なんかそうね、久しぶりに来てることも覚えてるかも。そうそう、ちゃんとあの名前を名乗ってください皆さん。あ、そう、初めて来る方とかは名前気になる。そう、なんていうのなります。なんでバレちゃダメなの。え、なんで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 。そう、お話し会は本名とニックネームどっちも出てますね。でも分かる人もマジ分かる。そう、分かる人は分かるよ。
いや、結構覚えてる気がするんだけどな、意味的には。どうなんだろう。 そう、バレたら他のメンバー来ても。 なるほどね、なるほど。楽しいよ、お話し会って。なんか嬉しいもん。なんかレミのため、レミの他のメンバーもいるかもしれないけど、こうしてなんかレミのところに足を運んでくれてお話ししてくれてるんだなって思ったら、すごい嬉しくなる。 そうね、なんかマジで1回とか来て、1回とかじゃ覚えられないな、さすがに。何回だろう、本当に。そうなの、なんかね、だってさ、数分数秒のために遠くから来てくださる方もいるわけであってさ、嬉しいなって思う。そう、すごく。だからでも話し会はどこでもって言ったらできるけど、でもさ、そのさ、皆さんの貴重な人生のね、時間を使って来てくれてるんだなと思うと嬉しいなって思います。すごくありがとう。だからみんないつもレミのために会いに来てくれて嬉しい、とっても。この時期の一部は寒いからだ。寒いよ、もちろん。でも一部から待ってる、マジで。そう、そうね、貴重な人生の時間をありがとう。一部早い、早い、メンバーも早い、一部は。だからみんなも一緒に早起きしようよ。ね？わかる？待ってるんだから。朝早くからメイクしてる。そうね。あ、なんかでもすっぴん好きな方多いよね。メイさ、メイクすると本当にメイクするの好きだからバチバチにしちゃうけど、でもすっぴん好きって。多い。嬉しい、一回ハマっちゃった、ありがとう。なんか嬉しいな、本当に。なんかね、嬉しい、とっても。なんか奇跡です、すべて。奇跡ですよ、本当に。本当に奇跡なの、みんなと出会えたこと。嬉しい。なんかメイクするとね、ちゃんとしたくなっちゃうんだよね。そう。でも今日のマジで最高。ありがとう。こうやってね、配信もさ、なんかただレミが勝手に喋ってるだけなのにさ、見てくれてありがとうね。ありがとうね、本当に。皆さんの貴重な時間をここに割いてくださって、ありがとうございます。ありがとうございます。勝手に喋ってて、あ、です。奇跡あざーす。やばい、待って、あと30分でホームアローン。みんな大丈夫？見なくて。そうね、ちょっとね、
なんか長くしすぎてもだからね、リンは1時間ぐらいがちょうどいいなと思ってるので、もうちょっと終わりたいと思います。長くて同じ絵面だしね。そうなの、だから1時間ぐらいがリンは配信のあれかなと思います。マジで本当にステーキ食べたい今なんかね食べたいんだけど、でも薬クリスマスとかさ、年末年始美味しいものたくさん食べるじゃん、きっと。あの美味しいものたくさんあるからさ、だから我慢しても、最近は我慢で、なんだろう、普通にヘルシーな食事をしてますね最近。っていうかできる時はキャベツ食べたり、ささみ食べたり、納豆食べたりしてる。ステーキ好き。でもステーキなんてさ、なんか食べないじゃんあんまり。え、どうなんだろう、レミはそんなステーキ食べてないの？食べなくて、めったに。そうなの、そう。あ、今日冬至なんだよね、おめでとう冬至。ステーキをね、なんかいきなりステーキね、あるよね。でも鳥取もね、 できた時感動した。鳥取に あ、かぼちゃなんだね。そっかそっか、かぼちゃね、最近好きになりました、かぼちゃ。おめでとうじ、おめでとうじ。1年に1回の冬至じゃん、だから今日迎えられておめでとうって感じだよね。冬至ゆず湯ね、そうそう、ありがとうじそうそう、そうなの。面白いね、なんか面白い、平和。リミは面白くないですよ全然。でも面白い人間になりたいのは事実。え、待って、やばくないこの静電気、ちょっと待ってよ、勘弁して、本当にちょっとやばくない？ねえねえ、ちょっと面白いんだけど、静電気ある、静電気じゃんねえ、痛いよ絶対、やめて本当に勘弁して本当に面白い、やばかったよ今静電気。ちょっとほらやばいねえ、面白い。人生笑うことが一番だよ、みんな笑って過ごそう。やっぱ, 笑ったらね幸せになれるよ。え、なんか嬉しい、レミタン見てると笑顔になれるって嬉しいな、とっても。そういう人になれるように頑張りたいと思います。にゃい
笑われてるんやで。確かになんかさ違う意味にしたらさちょっとさあれじゃん、バカにされてる、もしかしてレミって、レミバカにされてんの今、ね、大丈夫それ大丈夫、ちょっとバカにされてるやっぱり。そんなことないよをカタカナで書くのってきっとバカにされてるんですよ。そんなことないよのカタカナは信用できない。はい、以上以上以上。ほらほらほらねえ、たくさんそんなことあるよってきた。やばい、知らんけどやばい。 そこは気づ、そこはっていうかね、そうだよ。そんなことあるよ。どうしよう、でも楽しいって言ってくれて、でもそろそろさ1時間経つじゃん、そろそろ終わろうかなって思ってる頃合いよ。どう、頃合いの使い方合ってるかな。頃合い、頃合い、メンションされた今、はい、何インスタライブ、インスタライブやってないですね最近。でも今日すっぴんだからな。ではいい頃合いになってきたということでランキングを読みたいと思います。13位クリスティアーノ、台湾、チームメイト徳川推しさん、ありがとうございます。12位アレスさん、ありがとうございます。11位ショートさん、ありがとうございます。10位ミズレミグミさん、ありがとうございます。9位ティーンさん、ありがとうございます。8位ポンさん、ありがとうございます。7位おーちゃん、ありがとうございます。6位サブちゃん、アットマーク起きてすぐ可愛いレミが奇跡、イエーイありがとう。5位レイドさん、ありがとうございます。4位島田和之さん、ありがとうございます。3位椎名さん、ありがとうございます。2位トカチンさん、ありがとうございます。1位ほのちゃん、ありがとう、ありほのちゃん。ではラキレミドンドン。37位太一さん、ありがとうございます、おめでとうございます、ドン。57位マントメガネさん、ありがとうございます、おめでとうございます、ラストドン。83位中身さん、ありがとうございます、おめです。皆さんありがとうございました。一緒だよ今、今日はちょっとスピンだから、これぐらいにして、どう、それを見せとく。あー、どうですか、ありがとうございました。では皆さん、明日と明後日よろしくお願いします。またね、一部から待ってるよ。一部から、一部一部一部。待ってます。では、またね。ありがとう。バイバイ。カニ。